北海道で生まれ、北海道で育って、早33年。しかし道東には行ったことがないこいつが、やらかす今回のテーマは、カップ麺アレンジの中で、ひときわ異彩を放つトッピングが、お湯の代わりに、牛乳を使うこと。今回はこの牛乳トッピングに、挑戦するんだけど、せっかく北海道に住んでるなら、GDP のおよそ99割を牛乳が占める、牛乳大国北海道。これを使わない手はない。ということで思いついた企画ぞ。まあ、ぶっちゃけ、どこの牛乳でも大したか。早速行かれたメンバーを紹介するぜ。エントリーナンバー1。カップヌードルシーフード味。これから真っ白に汚されることも知らずに、のこのこやってきたシーフードくん。なんと今ならイカが2倍になっているという、意味深に拍車がかかる、我ながら絶妙なチョイス。エントリーナンバー2、セイコマの北海道牛乳。北海道では、セイコーマーと、セコマと訳すか、セイコマと訳すか、正しいのはどちらか、今なお内心は続いているぞ。今回使用する材料はこれだけぞ。ここサムネ。まずは鍋の用意と、コンロの組み立て。着火。鍋を温める。牛乳投入。最初に鍋を空炊きしたから、牛乳が飛び散った。アホかな？もう全部入れちゃえ。沸くまで暇。でもこの時間、ただ座って待ってるだけなのに、結構楽しいかも。なんだかアウトドアの楽しさが分かってきた気がする。ここベランダだけど、幕張ってきたな。ちょっと混ぜとこ。ああ、しかし楽しい時間だな。つい遠くの景色をよそ見しちゃう。やりすぎた。とにかく火を止めろー。初めて沸かしたけど、牛乳って吹きこぼれるんだね。とにかく沸いた牛乳投入。すでにすんごい絵面ぞ。本音を言うと、食べたくない。蓋をして3分。待ってる間に掃除。もういいかな。なんか思ってたより、普通。ちょっとかき混ぜてみる。マジかよ。牛乳出てきたんだけど。なんでこんなことしちゃったんだろ。もしかしたら、北海道の酪農家的に回したんじゃないか。せめて残さず食べないと、北海道追放される。ナムさん。酪農家の皆さん、この度は誠に、美味しゅうございます。想像してたより540度回って美味しい。なんだこれ、なんでうまいんだ。牛乳が一層コクを引き出している。そしてシーフードのスープが牛乳の臭みを相殺している。これ最初に考えた人、偉大な変態だわ。スープも飲み干してしもうた。これはマジでうまかった。ごちそうさまでした。まだやってない人は、騙されたと思って試した方がいいぞ。残った牛乳を飲んで、鍋底の焦げも確認したところで、今回はこの辺で。